かもしれないですしやるって言ってたのにやんないのかよみたいな、やんないみたいな一人でダジャレ言って終わるみたいな。いや、そうなんですけど、皆さんがこう、はい、ね、名シーンのアフレコで結構アドリブ入れて、お客さんの反応も良かったんで、こう待ってる間にあの僕らのハードルがどんどん上がっていって、どうしようみたいなね、思いますよね。でもちゃんとそういうなんかこんなのどうだろうって提案に対して、いいですねってちゃんとそれ以上のものを返して、どうした、なんかこっちの方で面白いことが起こってたみたいな、なんかそれ以上のものを返してくれるからやっぱりすごいなと思って。どうした？よかったですよ。そう言ってもらうと。おかげで全然中身が頭に入ってきませんでした。確かに本編のね内容が。